生徒にもらったその帽子、とっても気に入っているのね。めいちゃんと僕は帽子仲間だね。わーい、仲間仲間。いいわね。私も帽子仲間になっちゃおうかしら。ハンナの帽子姿、きっと素敵だろうな。カイル、君も帽子をかぶって僕らの仲間になろうよ。ああ、いいぜ。次に会うときはおしゃれな帽子をかぶってきてやるよ。カイルはおしゃれさんだから、どんな帽子をかぶってくるのかな。おしゃれってワクワクするね。ねえ、おしゃれに興味があるなら今度買い物にでも行くか。俺がみんなに似合うおしゃれな帽子を見繕ってやるよ。まあ素敵ね。いいぞ、自然な流れでハンナと買い物デートに行けそうだ。本当は二人きりがいいけど。僕たちもおしゃれになれるかな。かな。ふふん、ファッションリーダーのカイル先生に任せておきなさい。